いやあ、せつねけいすけだよ。真の最終章だと思うやつが始まりそうです。前回の章でね、きょうすけがロウと融合したんよね。そして痛みが、すべての痛みを思い出し、そして後悔した。ってところで終わったんやな。これかな。流れ込む老の思念が僕の欠落を埋めていく。老と僕が混ざり合い、正真正銘の桜井京介ができていく。融合者。前回ヒュージョンってやったからな。憎しみ、苦しみ、痛み、すべてがどっと流れ込んできた。衝撃が体を襲って吐き気を催した。平衡感覚が狂い、頭が割れそうなほど痛む。悟空とベジータも初めてフュージョンした時こんな感じだったかな。冷や汗かいてるよ、カレンちゃんが。脈動が全身を揺らし、手の甲の血管が破裂しそうなほど膨らんでいる。お前マジでさ、融合してフュージョンした後の悟空とベジータの重なった声みたいになっとるやん。今無意識に言葉が出ていた。許さない。リンは二階堂に殺された。僕の全てだった妹はこの女に奪われた。それだけで殺す理由は十分だ。殺せ殺せ、こいつを殺せ。二階堂を殺してしまえば全てが終わる。わあ、思考が老寄りだったんじゃ。もう老寄りだったんじゃ。ナイフを握り直して、真っ先を二階堂へと向ける。この刃をあいつの心臓に叩き込んでやる。僕は足を踏み出し、いや、ダメだ、葛藤してるんだ。踏み出す、寸前のところで自分の意志を取り戻す。ここで憎しみに飲まれてしまうようでは、老に全てを押し付けていた頃に逆戻りだ。僕は二階堂と対話をしなくてはならない。そして知らなくてはならない。あの日に一体何があったのかを。そうじゃよ。それが前々からさ、俺気になっとったのにさ、まだ話してくれてないもんな。それに関してはローも分かっていないようだから。なんとか平静さを取り戻し、二階堂とはまっすぐに向き合った。相変わらず彼女の瞳は内心を読ませない。なあ二階堂、お願いだから教えてほしいんだ。君は本当にリンを殺したのか。会ってない、二人とも会ってないぞ。最後の方殺したのかのあたり会ってなかったぞ。お前ら打ち合わせしときなさい、ちゃんと。このクロノス世界で僕は二階堂と共に過ごした。二階堂は態度こそ冷たかったが、何度も僕のことを助けてくれた。そんな日々の中で新たに生じた情が僕をかろうじて踏みとどまらせていた。お願いだから否定してくれ。僕が一言、君が一言違うと言ってくれさえすれば、僕は事実よ。リンを殺したのは私。そんな、でもなんで君がリンを殺す理由なんて。ちょっとずれてんだよな。なんか後半ずれてんだよな。理由ならいくらでもあるわ。あなたよ、桜井君。え？僕。なんなの？もしかして桜井くんを私のものにするには、あの女が邪魔みたいな感じで殺したんか。お前、火曜サスペンス劇場じゃないんだからな。お前、僕が二階堂に何をした。どうして僕が何かをすると二階堂が凛を殺すことになるんだ。混乱する僕に二階堂は続ける。ねえ桜井くん、あなた自分がどれだけ私に残酷なことをしていたか。自分が持っているものを見せつけた。え？たくさんの友達、笑いの絶えない日常。私には絶対に
手に入らないものよ。カレンちゃん、そんな感じで感じ取ったん？自分の家族にすら邪魔者扱いされている私にとって、あなたが持っているものは眩しくて仕方がなかった。それでも遠くにあるのなら別によかった。え？手の届かない場所にあるのなら、そもそも叶わない夢を見ずに済んだのに。けどあなたは私の一番近いところで食べることすらできないごちそうを見せつけた。見せつけるなんて、そんなつもりは。そういう感じだったんじゃ。あ、カレンちゃんからはそう感じ取ったんじゃ。自慢するつもりなんてなかった。僕はただ一人だった二階堂にもこの幸せを感じてほしかっただけなのに。隣を向けば友達がいる。悲しいことがあったら慰め合うし、困っているなら助け合う。こんな素敵な時間を過ごす喜びを二階堂にも味わってほしかった。でもあの日々は二階堂にとっては屈辱的なものだったのだろうか。お互いの思いがすれ違いしすぎたんやな。その摩擦が凛を殺す方向に。今度は誕生日にあんなリボンを渡して、これが僕らの絆だよ。バカにするのもいい加減にして。あのリボンを捨てようと思って街を歩いていた時に、私偶然凛と出会ったの。はあ、凛も私がリボンをもらって喜んでるって思い込んで、恩着せがましく声を。二階堂は冷たい人を見よう、少しだけ細めた。凛の目の前でリボンを捨てた。車道に向かって。はあ、なるほど。二階堂は凛を殺した。故意に悪意を持って。凛を殺した二階堂はそれによっていじめを受け自殺した。そうしてクロノス世界へとやってきた。これまでさ、カレンちゃんがリンを殺したのがさ、恋ではなく仕方のないものだったんやけど、それを自責の念を持ってカレンちゃんが自分がやったって言いよんかと思っとったけどさ、本当に自分の中に殺意があった上でのこの展開でカレンちゃんを思った。カレンちゃんはそんな感じだったんじゃ。自責でも何でもなく本当に殺意があっての行動だったんや。手が震えた。ナイフの切っ先が右に左に動き回って照準が定まらない。落ち着け、こんなんじゃ凛の敵を撃つことなんてできやしない。僕はけじめをつけなければいけないんだ。大丈夫だ、今の僕ならやり遂げられる。牢と融合を果たした僕に欠けているものは何もない。そのはずなんだ、天国にいる凛のためにも二階堂を殺す。ナイフの切っ先を二階堂の心臓へと定め、僕はそれを突き刺さ。ねえ、さっきから何をためらってるの？どうした？え？ユウ、まさか、なんでここに？本当やで。そこには消えてしまったはずのユウの姿があった。京介くんが謎の巨像を見てしまっている。ビルから落ちて消えてしまったはずのユウ。本当にユウなのか？本物なんか？今まで一体どこに？私のことはどうでもいいよ。それより今はやるべきことがあるでしょ。ね？ユウはそう言うと僕の握っていたナイフを取った。一人でできないなら私が一緒にやってあげるよ。やるべきことね。初めての共同作業的なやつですね。初めての共同作業。ケーキか、ウェディングケーキか、カレンちゃんは。ああそうか、ユウも凛の敵討ちがしたかったのか。ユウと一緒なら
何も怖くない。僕らは家族みたいなもんだから将来的に家族になるよ。ユウのおかげで震えが消えた。これならできる。あとユウちゃんの握り方、ユウちゃんの握り方、その握り方、軍隊の握り方じゃん、お前。僕はユウの持つナイフを共に手を握ろうと。え、釣れた。気がつくと、ユウの手からナイフが消えていた。お前、言っていることなんか違うぞ、お前。ユウ、君は何を？どうして邪魔をするんだ？一緒にリンの復讐をしたかったんじゃなかったのか？何をって、当たり前のことをしたんだよ。女の子にこんな危ないものを向けちゃダメでしょ。マジレス。そりゃそうやけどさ。このシリアスな状況でさ、それを堂々と言えるユウちゃん。そうじゃ、君はそういうタイプのキャラクターだったな。だから俺好きなんだよな。ああ、ええ、そういう腰いて当てるポーズも好きやしさ、おっぱいおっきいし。目の前にいるユウからは、普段と違うものを感じる。なんだか、どこか懐かしいような。どうしてずっと一緒にいるユウにそんな感情を抱くのだろう。違和感が記憶を強く刺激した。そうだ、この雰囲気を持つ人物を僕はよく知っている。ユウに出会うずっと前から僕に寄り添ってくれていた。誰より深く僕のことを分かってくれた。まさか、まさか、ありえない。ありえないのに僕は確信していた。目の前にいるこの子は間違いなくリン。まさかリンなのか。え、ユウちゃんの体を借りて出てきたリンちゃん。事故で亡くした最愛の家族の記憶がユウの姿に重なった。ユウは、いや、ユウの姿をしたリンはやっと気づいたんだと言わんばかりに微笑んだ。なぜユウちゃんの体なん？ああ、まあ確かにユウちゃん可愛いし、おっぱい大きいし、そうだけど、そうだけど。うん、そうだよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんたちと一緒にいたくてユウちゃんに体を。ユウちゃんって呼んでるんだな。いつから？最初から。リンの演技上手だったでしょ。最初からってどういうこと？ちょっと待って。あ、そう、よう考えたらあれか。よくよく考えたら、なんかちょっとあれなんよなーって。よくよく考えたら、ちゃうな。なんか言う、なんか、一周目と二周目照らし合わせてさ、ちょっとゆうちゃんの、ゆうちゃんの行動だけちょっと、一周目と二周目で違うところはちょいちょいあったんよな。なんだったっけ？例えば、何やったっけ。ユリアちゃんが消えた次のショーでの最初にさ、一周目はいなかった、みんな集まっていなかったっていう話になったところ、二周目は、ね、なんかユウちゃんが遅れて出てきたんよな。だったり、逃避行の時やって何の話するで話の内容が変わったりしたもんな。なんか戦隊もののヒーローとかいう話しちゃったもんな。なんかそういう違いが1周目と2周目、ゆうちゃん1周目と2周目で違いが多かったんよな。なんか一人だけそういうことなん？君とはいかなかったけど、女の子の変化に鈍いお兄ちゃんを騙すくらい余裕だよ。つまり2周目のゆうちゃんとは実はゆうちゃんの体を借りたりんちゃんだったってこと？そういえばゆうは時々どこかおかしかった。会話が微妙に噛み合わなかったり、ユウらしくもないことをしてみたり。思えば、あれがリンが思わず血を出してしまった瞬間だったのだろう。見れば見るほど、目の前にいるユウはリンだとしか思えなかった。じゃあ本物のユウちゃんどこ行ったんだろう。どうしたん？上の方で見守ってくれてるん？上の方で、空の方で。もはや疑いようもない。
生まれた時からリンを見ている僕にはわかる。この子は僕の妹だ。愛しさが一瞬のうちに胸に落ちた、満ちた。リン、どうした？けれど妹に向かって踏み出そうとした瞬間、僕の意識は一瞬にして遠のいた。え？リン、お前本当にリンなのか？お前、ああ、ローの方は出ていた。どうして二階堂をかばう？そいつはお前を殺したんだぞ。そのくせ反省の一つもしねえ。おい、今すぐ殺せリン。いや、離れろ。その人出なしに近づくな。ほら、もう一人のお兄ちゃん。もう一人のお兄ちゃんそうやな、もう一人のお兄ちゃんになっちゃうな。汚い言葉を使っちゃダメ。いくらリンのためでもそれはダメ。説教や。説教する妹のタイプの感じになってる。女の子には優しくしなきゃダメだって教えたでしょ。わあさ、ゆうちゃんの体やけんさ、ちょっと奥さんみたいな感じになるんよな。女の子だと、二階堂のどこが女だ。それは女だよ。それは女だよ。どこが女だって、それは女だよ。ローもローも。光、人を殺すようなやつはそもそももう人間じゃねえんだ。最低最悪の人でなしなんだ。カレンさんが人殺しってまだそんなこと信じてるの？お兄ちゃんももう一人のお兄ちゃんもちょっと素直すぎるところがあるね。え、そうなん？カレンさんがそんな人じゃないくらいお兄ちゃんたちちゃんと分かってるはずでしょ。俺だってそう信じたいけどさ、そう思うんやけどさ。ずっと一緒にいた幼馴染なんだから。ミステリーものだからね、これ。このゲームミステリーものだからね、どう話がひっくり返るかわからん状態でさ、そんなこと言われても疑心暗鬼しかならんのだよ。わかんねえよ。二階堂のどこに信頼できる要素があるんだよ。二階堂は昔から冷たかったじゃねえか。誰と一緒にいても感情も何も見せやしねえ。それはちょっと違うと思うけど。隣で人が死んでも平気なんだよ、あいつは。いや、お前カレンちゃんのどんなところを見たんか。お前は裏でなんかチッとかチッあいつめみたいな感じのことを言ってるところを見たことあるんか。そんなのは見た目だけ。クールビューティーなカレンさん。あ、クールビューティーのこの文字の書き方、このクールビューティーをひらがなで書くあたり、リンちゃんやな。お兄ちゃんは誰よりそれを知っていたはずでしょ。そうだよ。京介くんが熱になってしまった時もさ、カレンちゃんだけがそれを見抜いて気遣いしてくれて。知らねえよ、俺はそんな二階堂知らねえ。絶対あいつはそんなやつじゃねえ。辛くて苦しくてそれで忘れちゃったんだよね。誰かを憎まずにいられなかったんだよね。お兄ちゃんは本当はそんな人じゃないのに。でも大丈夫だよお兄ちゃん、リンが思い出させてあげるから。どうやって？カレンさんの優しさもお兄ちゃんの優しさもリンが全部証明してあげる。どうやって？本当に証明できるんだろうな。カイドウが優しいなんて、あの女が優しいなんて。数学の証明の問題みたいに文章を連ねたら、お前最後まで読み切れる自信ないぞ。うん、もちろんリンはその証拠を届けに来たんだから。だから見ててよお兄ちゃん。わかりました、ユー検察官。あ、うん、集めてきたんだ。何それ、ブロマイドか。ブロマイド用の写真か。みんなの思い、先にいなくなった人たちが残してくれた大事な大事な宝物。ああ、これは諸角の記憶だろうか。屋上遊園地に訪れた閉鎖の危機、二階堂は決してそれを受け入れようとはしなかった。
誰よりも一生懸命に存続を訴えて、ついには閉鎖を阻止してみせた。存続決定後の祝賀パーティーで、二階堂は涙を流していた。あの透き通った涙に嘘はきっと一つも混じっていないのだろう。冷徹な人間がこんな涙を流すか、ロウ。あの場所を、僕らとの日々を一番大切に思っていたのは二階堂だ。これは町工事の記憶だ。あ、バレンタインチョコ。バレンタインを間近に控え、二階堂がそわそわとスイーツショップの前を右往左往している。チョコを買おうか迷っているみたいだ。結局二階堂はチョコを買わずに立ち去ってしまったが、おせっかい焼きの町工事は代わりにチョコを購入してしまったらしい。町工事は後日強引に二階堂を連れ出して、このチョコをちゃんと渡せと促している。二階堂がチョコを渡している相手は僕だ。そうだ、確かにこの年に僕は二階堂からチョコをもらった。別に桜井君にはいつもお世話になってるから、チョコくらいはって。ああ、恥ずかしそうに。てっきりギリだと思っていたけど、二階堂は相手の勇気を込めてあのチョコを僕に渡してくれていたんだ。二階堂が僕を恨んでいたなんて嘘じゃないか。これは影山の記憶だろう。二階堂は昔からみんなのためなら自分を顧みないところがあった。心や体を投げ出すことに抵抗がなさすぎるのだ。うまくいったからいいじゃない。どうしてそんな顔をしてるの。もっと自分を大切にしてほしいな。よくないよ二階堂。君が傷ついているなら全部台無しなんだ。そんな成功は成功とは言わないよ。二階堂の言葉を真に受けてはいけない。その裏側には必ず誰かへの思いが込められている。この記憶は東国だ。東国は中学生になった頃には僕らと距離を取るようになっていた。自分を孤独に追い込むことで物理に没頭しようとしていたらしい。二階堂はそんな東国を決して一人にしようとしなかった。二階堂は人の輪から遠ざかっていこうとする東国を心底を心配していたらしい。だから意地でも離れなかったのだ。二階堂は一度大切に思ったものを決して手放したりはしない。どこまでも守り続ける。察しの悪いお兄ちゃんでもこれだけ見ればもうわかるよね、カレンさんがどんな人なのか。みんなこと、むしろみんなのことを一番に思っているのはカレンちゃんだってことがわかる。さあお兄ちゃん、目の前に悲しんでいる女の子がいるとき、男の子はヒーローはどうするんだっけ。頭を撫でてあげる。ああ、もう頭舐めてあげたいような感じの顔になってるわ。記憶をめぐる旅を終えると、リンはいなくなっていた。きっと力を振り絞って、僕にあれを見せてくれたのだろう。ロウと溶け合い、そしてみんなの記憶をもらい、僕の中には自信と力がみなぎっていた。今の僕ならどんな過去も乗り越えられる。この黒の世界を乗り越えられる。そして二階堂に手を差し伸べられる。シャバンは終わり。さっさとやることを済ませなさい。なんでそんな上からの S みたいな言葉遣いなの。もうそういうのに付き合わされるのはごめんなの。さっさと殺してくれないか。そうか、多分このカレンちゃんのセリフも仮面をかぶっているカレンちゃんのセリフなのだろう。
仮面を剥いであげよう。二階堂、もうそういうのは、僕は君の演技じゃなく本心を聞かせてほしいんだ。そうだ。そんなのさっき散々聞かせてあげたじゃない。私は昔からあなたたちが嫌いだった。自分たちの幸せを見せつけてくるあなたたちが大嫌いだったわ。信じない。僕らとの思い出を一番大事にしていたのは君じゃないか。特に嫌いなのはあなたよ。強引で無神経で勝手に人の心を解釈して本当に大嫌いだった。ツンが強いな、お前は。信じない。あんなに一生懸命チョコを渡してくれた君に嫌われているとは思えない。信じないよ、二階堂。お願いだから本当の君を見せてくれ。そして教えてほしいんだ、何があったのかを。それ以上近づかないで。わあ、カレンちゃんもそれ手に取るかね。なんと声をかければいいのだろう。どうすれば強情な二階堂から本心を引き出すことができるのだろう。イノベーターに覚醒した刹那 FCA だったら、こういう状況簡単なのにな。と、その時僕はふと気がついた。二階堂の壁にリボンが結びついているのはどうしだろうって突っ込んだらさ、これはその頭に絡まっちゃったから取れなくなっちゃって。嘘つけ。あのリボンは僕が二階堂の誕生日に渡したものだ。だけど現実世界では二階堂があれをつけてくれたことはなかった。リンは事故で死んでしまった時、あのリボンを握りしめており、その後二度と二階堂に返還されることはなかったから。にもかかわらず、黒の世界の二階堂はあのリボンをつけている。もしかして二階堂は一度もつけてくれることのないリボンを大切に思ってくれていたのではないだろうか。そうだな、道具にとってのパティのように、ユーにとってのカメラのように、リボンは二階堂カレンという存在の構成要素の一部になっていたのではないだろうか。うん、すごい似合っとるからな。もう髪の毛と同化してるとも過言でもないぐらいにマッチしてるからな。なら僕が言うべきは、二階堂、いや、カレン、下の名前で呼んじゃった。僕は言う。言い忘れたけど、そのリボンよく似合っているね。開けた僕が言うのもなんだけどその言い方こそちょっと恩着せがましいところある気がするけどカレンがそのリボンつけてくれるのすごく楽しみにしていたんだ。店でそれを見つけた時から、これ絶対カレンに似合うって思ってたんだ。うん、やっぱりカレンには赤だよ。こんな時に何をのんきな。どんな時であろうとそう思ったんだから仕方ないだろう。そうだよな、思った時にこそ相手を褒める男の子ってのがさ、モテるんだよな。リンもカレンがそのリボンをつけているのを見れてきっと嬉しかったんじゃないかな。そんなわけないでしょ。あなたの妹を殺したリボンよ、これは。俺はわかる、俺にはわかるぞ。カレンちゃんがちょっと出れたぞ、今ちょっと目を外しただろう、お前。目線外しただろう、お前。出れてますね。僕がリンの幸せを引き継いでいる限り、リンは死なない。リンはちゃんと僕の中に生きているのだから。そうだぞ、死んだ人間がいつまで死んでいられると思うな。人間っていうのはね、体が死んでも存在として生き続けることができるんだよ。たとえ過去に何があったのだとしても、僕は絶対に君を憎まない。もういいんだよカレン。僕はカレンが誰より優しいと知っている。ずっと忘れていたけど、
やっとそれを思い出すことができたんだ。僕は昔からずっと君の優しさに救われてきた。うん。そんな君がこの世界で憎まれ役として振る舞っているのはきっと僕のためなんだろう。きっと弱い僕を支えるためにカレンは何らかの理由で悪を装い続けてきたんだ。悲しいくらいにカレンは強い。そんなカレンに僕はずっと憧れていた。僕は強くて優しくて、そして優しいカレンのことが。君はいつだって自分のことは二の次で、人のことばかりを考えている。そんなカレンのことが僕はずっと大好きだったんだ。京介くん、多分ずっと離れたところでゆうちゃんがハンカチ握りしめながら泣きながら見てるよ。そう言うと固くなだったカレンはとうとう崩れ落ちるように膝をついた。あらかわいい。彼女は人きしり泣いた後、語り始めた。二人の間に何があったのかを。ああ、頭が撫でがいがあるような頭の位置だったな。あの日に何があったのかを。カレンが何を思って生きていたかを。語られる。この黒の世界で真実が語られる。で、結局次の章があるんじゃ。まだ続くんだねって言うわけですが、そりゃ全部消化せずに言われるわけはなかった。何があったんだろう、カレンちゃんの中に。